はい、山寺です。今日はね、西成、萩の茶屋ですね。萩の茶屋の駅前にですね、西成キッチンうーちゃんっていうお店がね、オープンされました。こちらのね、うーちゃんに入りたいんですけど、この看板のね、この女の子ね、最初ね、従業員の方かなと思ったら娘さんなんですって。3歳、まだ3歳らしいですよ。可愛らしいね、うまいことこの綺麗な可愛らしい看板がね、できてます。ということで今からですね、西成、キッチンうーちゃんさん入りたいと思います。今から入りますって。こっからは入られへんからね、自転車があるからこっちに回ります。西成キッチンうーちゃんさんに来ました。今日は初訪問、まあ、オープンされてね、まだ間もないんですけども、ちょっとね、落ち着かれた感じだったんで来ました。でまずはですね、トマトチューハイから皆さん乾杯です。お疲れ様です。美味しい。ここはやっぱりね、海鮮物がね、かなり充実してて、ね、日替わりで、ね、いっぱいこう海鮮物があるんですよ。山寺マグロ好きなんやから、マグロも頼みたいし、海鮮カルパッチョも頼みたいしね。やっぱりね、マグロ赤身と中トロ盛り、これも中トロもいったかなあかんかなと思ったりもするんやけどね。なんかいろいろ注文しますわ。ニラダレ冷ややっこです。このね、ニラダレっていう、この上にかかってるこのタレがね、ニラのタレがすっごい興味あるんですよ。ちょっといただいてみますわ。ニラダレやっこいただきますよ。このニラダレすっごく美味しいわ。あ、ちょっとね、ニンニクが入ってるかもしれんし、すごい美味しい。ニラダレ TKG っていうのもあんねんけど、このニラダレで TKG したら絶対美味しいと思うわ。やば。うん、うーちゃん間違いないわ。うーちゃん美味しい。うん、最高。このね、ニラダレのね、冷ややっこ、なんかね、食べてちょっとしたらまたすぐに食べたくなる。すごいわこれ。うまい。海鮮カルパッチョなんですけども、580円ですよ。これすごくないですか。これもう、これ完全にあの海の宝石箱ですよね。これもう色ツヤもいいし、これが580円で本当によろしいんですかっていう感じですわ。山寺は何から食べるでしょう。やっぱりサーモンですよね。ちょっといただきます。カビがいいんだ。今日は休みで、ね、予定ないんで。おいしい。携帯でもあれするんだけど、うん、あと夕方カルパッチョのソースもおいしいし、新鮮なお魚がたっぷり入ってて、これはすごいわ。こんなもん580円出しますっていう感じの豪華さ、うん、ほんまですよ皆さん。これはちょっとすごいわ。いや、ほんまに。これ次、このタイですかね。タイ、火曜日だけやつ。うまっ。うーちゃんすごい。たまらんな、ここは。ほんまにかなり美味しいよ。しかもね、君たちキウイ、これやマンゴーだねみたいな、このキウイも入ってる。これが、ね、意外と合うんですよ。素晴らしい。うまい。
おかわりもらいます。もうこれもね、このねカルパッチョすっごい美味しいね。これもレモンとか全部こう足してね、これでいかがでしょうか。うん、うまっ。いろんなものとね一緒に食べたらかなり美味しい。特にこのレモン、レモンのカットしたレモン、うまっ、やばっ。ここは絶対カルパッチョ食べて美味しいと思いますよ。はい、こちらですね、カニクリームコロッケを注文しました。これがね、390円なんですけども、タルタルソースがね手作りらしいんですよ。まあね、もうそれ聞いただけで絶対美味しいの分かりますよね。でこれ見るからにこのもうタルタルソースが本当にねすごい。ちょっとね、本当だったらこのままねタルタルソースにつけて食べたいんですけど、皆さんちょっとね中身気になりません？これちょっとうわっ、ほらどうなってるかという、うわー、これ断面ね、断面見るだけでももうかなりうまそうですやん。それにこのタルタルソース手作りの、ちょっとこれをね乗せて、これで、ね、ちょっといただきますわ。なんで小声になるんやろ。いただきます。めっちゃうまいこれ。最高。じゃあですね、カマンベールのアヒージョが来ました。ほんでバケットがついてるんですよ。でこれね、単なるそのなんていうの、カマンベールだけじゃなくって魚介も乗ってんね。でこれね、まあ、すごい、うわうわ、こういうのしてね、うわうわうわ、で魚介ものしてね、これで食べてくださいっておっしゃってました。これでちょっといってみますよ。うわー、もう絶対美味しいわこれ。うまい。あ、これ美味しい。うん、あの何パクトーうまい。あ、うまいわ。うん、超幸せ。ここのアヒージョ美味しくてね、このカマンベールチーズ、これをバケットに乗せて食べてるんですけど、すっごい美味しい。うん、うまいわこれ、ね、ほんまにここの味でうまい。でもう海鮮がねすごいね、ほんまに。これさん、僕もこれね、おまかせ握りに変えて、こちら、パタリロさんがですね、お寿司を注文して食べたんじゃなくて食べるんですよね。これがね、おまかせ寿司1貫、110円でございますよ。そう、110円ですよね、安い。来てくださいね、うーちゃん最高よ。いただいてみてください。ありがとうございます。ハイボールちょうだいね。おまかせ盛り合わせ1貫110円というのが素晴らしい。はい、美味しいですか。うまい。さすが、さすがグルメの井上さん、パタリロさん、美味しいございますか。うん、
平日月曜日で、はい、お昼で、はい、この入客すごいよね。そう、もう満席ですね、ほとんどね、うん、やっぱりね、みんないいお店はよく分かってない。そうそう、いいお店は皆さん知ってますよ、うん、幸せそう。僕でも井上さんがパクパク食べてるの初めて見るかも。うーちゃんよろしくお願いしますね。うーちゃんね、最高です。萩野茶屋商店街入ってすぐのところでございます。そうです、こちらね、アヒージュの、残ったこのタレっていうの、これね、たっぷりこの残ったバケット1枚これで食べますわ。これ絶対美味しいに決まってますよ。うまっ。アヒージュの残ったタレがすごい美味しいんです。このアヒージュのタレ相当美味しいよ。うま笑いしますが、美味しすぎて。これアヒージョのねタレ、バケットめっちゃ合う。ブーちゃんやっぱりね最高でした。ごちそうさまです。はい、今日はですね、西成の、西成キッチンうーちゃんさんで食べてきましたけど、ここね相当美味しいですわ。ちょっとね、あれですわ、ゆたまるさんのね、ゆたまるさんが来てはって、ちょっとねお裾分けに雑炊いただいたんですけど、これがねまたね、だし、ハマグリのだしが効いてやばかったですわ。ちょっとそこは撮影しなかったんですけども、ぜひねここはだしもんも美味しいんで、食べてみてください。いつも山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録のお願いいたします。このお店ね、すぐそこがね、南海電車の萩野茶屋の駅です。はい、これがポイントです。萩野茶屋の駅のすぐ商店街入ったらありますんで、うーちゃんよろしくお願いします。では